双子散歩です。2023年最後の新大久保はブルバムさんを訪れました。以前の動画でもご紹介したことがあります。オープン当時に来たのでメニューが少し変わってましたね。今回は2階を案内されました。以前もいただきました極上お肉いろいろセットはコスパもボリュームも最強です。2233円、少し値上げになっていましたが、それでも安いんじゃないかな。サイドメニューの一つはソルロンタンなんですけど、スンドゥブチゲがパンチが効いてるので優しい味のソルロンタンにしてみました。そして今回はお肉にお豆腐がついてますね。お肉が焼けると最初はお塩で食べてくださいということでおすすめしてくださいます。シンプルなお塩と相性バッチリ。それではいただきます。やっぱり美味しい。美味しすぎます。お豆腐も挟んでみようかな。お肉と一緒に食べてみます。最近はなるべくお肉を食べることにしているんですよ。タンパク質は重要な年頃です。それにね、韓国料理ってお肉だけじゃなくて野菜も取れるのでいいですよね。考えられてるなって思います。バランス、これも重要ですね。ソルロンタンはあんまり好きじゃなかったんだけど、最近好みなんですね。優しい味です。チゲは辛いけどアサリやだしの味がとっても生かされていて美味しかったです。やっぱり一番スンドゥブチゲ好きだな。そして歩いていると面白そうなカフェを見つけました。お花に囲まれた可愛い手作りな感じの温かみのあるカフェですね。フラワーカフェというだけあって、あちこちにお花が飾られています。そしてアイドルのグッズがたくさんありますね。推し活をしている人向けなのかしら。全体的にラブリーな可愛いイメージですね。 K-POP アーティストのイベントやオフ会で利用されているようです。ダルゴナラテは上のキャラメルの硬いお菓子が乗っかっていて、溶かしながら飲みます。ちょっと溶けるのに時間がかかるんだけど、とっても甘くて美味しいですよね。韓国ならではです。推し活はもちろんですが、 SNS を意識したようなカフェなのかなっていう印象もありますね。いろいろな利用ができそうです。
椅子も黄色と赤、斬新な組み合わせですけど、なんだかそれが可愛いですよね。オープンしたてなのかなと思っていたら、前からあるカフェのようでした。気がつかなかった。地下にこんなに可愛い空間のカフェがあるなんて、知らなかったのが遅かったです。またぜひ訪れたいと思います。そして帰る前に訪れたのは韓国のコンビニです。駅の近くに新しくオープンしてました。コンビニというよりはスーパーみたいな感じですね。駅の近くなのでまた何度も訪れると思います。2023年ありがとうございました。2024年も双子散歩よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。